96m。 はい、どこ押せばいいんですか。ズル向けさ、おお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 おゲゲ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 プギョープギャー。あ、バイク、バイクもう一回乗れバイクもう一回乗れ。これ難しいっすね。難しいのよ。ヒロピさんよくできたのこれ。いやいや、お、行ったんちゃう、行ったんちゃう。バイクもう一回乗れ。おお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 上書いてあるやん。何メートル？何メートルやねん。上書いてあるやん。これ楽しいんですよ。ガレジャンプ。ガレジャンプ。おもろい。ありがとうございます。こんなゲームがあるんですよ。おじいちゃん。なんだかんだ1時間。あ、1時間だね。早いし、ね。いや、あの賞味ゲームやってるの30分やからね。これはね、一応難しいところも見せたいねんけど、はい、全然うまいこといかへんのよ、難しすぎて。ああっていうのだけ紹介して終わるね。はい、全然進まない。ちょっとやらせてください。いや、ええよ。もうほんまに やってええよ。本気で難しいっすよ。マジっすか。うん、僕、あのリハでやってる時に、ああ本気で100失敗とか当たり前っすよ。ちょっと待ってください。やらせてください。分かった。じゃあこのエコパークにする。おじいちゃんに。おじいちゃん任せた。はい。バイクはこのビットバイクは。これは難しいやつやですか。これじゃないと無理やと思う。はい。マジっすか。言ってくれ。おじいちゃん、ワンチャンスな。おじいちゃん、ミスしたら終わりやで。うそ。一回ミスしたら終わりやで。わかりました。やりましょう。さあおじいちゃん、どこまでいけるか。さあね。これが前後ろ前後ろね。そう。オッケーオッケー、一回あのちゃんとバランス取れる前後ろ前後ろ、いいね。上はなしと。そう、アクセルはなんとなくわかるよね。アクセル、そう、あーい、あぶね。ワンチャンでそれやったらワンチャンスよ、ワンチャンスよ。さあどこまでいけるか。キヨピいった。おお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 わーい、アイクラッシュ。はい、見て、寝そべってる。太陽綺麗、日焼け日焼けしよう。ちょうどここで寝たかって気持ちよさそう。介護必要ね、こういう遊びなんですよ。これね、一人でやってたらいつまでもやってまうんで、これ面白いですね。なるほど、うん、以上、トライアルフュージョンでした。いや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 、ダウンロードで買えるんですね。これダウンロードで買えます、はいはいはい、で、あの追加のコースいっぱいあるんで、あと、作れます、自分でエディットできると、うん、そういうのもありますんで。徐々に落ちてる。ちょっとずつ落ちてる。頭に違う。ああ、これ視聴者の方に見えてる。ああ、見えた見えた。ちょっと落ちてる。これ反応はないもん。あ、ないんや。あるよ。反応ある。結構あのいろいろできるんですよ。くね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 。L1L1? もう怖いよ。おじいちゃん。ポカリス。おじいちゃんにはポカリス。じゃん。はい。でもトライアルフュージョン終わって次何やりますか。何やります。いや、ちょっと昔のゲームをね。お、レトロゲームやろうかなと思って。はい、あ、なんすか。やっぱレトロとかもやった方がいいよって言われたんで。そうっすよね。そもそもスーピコ別に最新ゲームだけっていうわけでは、過去振り返れば一気オンラインもやっておりますし、うん、我々、ね、はい、ツイッターで言われましたんで、はい、そういうのをやっていこうと。
何ですか今日は。これもう見てからの楽しみ。みんな予想してますよ。テトリス。これ予想していただきましょうか。スペランカ。スペランカ敬老だから。これすごいな。これどうなってるのこれ。古いゲームか。チャイルズクエスト。ああチャイルズクエスト。東海道53、あなるほどね、次火の鳥、スーパーピクロス、コリの予策、忍者くん、アウトラン、アトランティスの謎、竹島の挑戦状、ボンバーマン、ボンバーマン、みんなでスペランカ。こっからアトランティスやるって相当やんな。あネクロマンサー、ジャンプ天国ね、バーチャロン、おお、コントラ、ソダン、ジャジャマルくん、ときめもいっぱい、みんなよう知ってるな、ほいで。カセットビジョンね。ムーンクレスト。あ、ダブルオーセブンいいっすね。64ですね、ゴールッツ。この前配信、何やそれあった配信、何やったかな、電人ゲッチャー、はい、あ、ゲッチャー、名人の。うん、はい、出させてもらった時に、最初に何のゲーム機を買いましたかって言って。実はあの、うちファミコン買う前にアルカディアを買ったのね、バンダイの。はいはい、その時のコメントが全くなくなって聞いたことないと、何それ。やっぱりググってもそんなに出ないのよ。で、初めてやったゲームソフトがエスケープマンっていうゲームで、それ Google に載ってないねん。ウィキで調べても絶対出てこないんだけど、エスケープマン、コントローラーの数字のボタンですか、ね、これですか。いや、あのね、テンキーがあって、はい、上かな、下に丸いのがあって、そこにスティックを刺して、はいはいはい、こう操作する。で、両サイドが弾。ありますよね。めっちゃやりにくい。へぇ、ファミコンやっぱすごいで。十字キー。これ。すごいですよ。ファミコン偉いな。ファミコン偉い。あれ、商標、何、衣装券なんか取ってますもんね、権利。やっぱ撮ってんや。この間カルチャーカルチャーで80年代マイコンナイトってのやってたんですよ。うわもう最高やん。そう、それこそログインの編集者とか、うん、懐かしいね、そういう人たちを呼んで、うん、面白そうやった。あの武田鉄矢 CM してたんで。 FM88? FM7 とか知ってるよ。だって木村和也と横山康親子、親子でやったりとかしてたよ、CM。 うん、へえ。俺が知ってるのは斉藤 FM タウンズとかかな。そうわ、斉藤由紀とかかな。斉藤由紀とかやってた、やってましたね、うん、タモリとかもやってた。あ、タモリやってたね。やってたやってた。でもセガの南野陽子タウンズか。あ、そうか。 X1 とか誰やってたやろ。荻野目洋子とか。そんなん、そうしな、勝手にジャンルで分けていこうや。マジで。斉藤由紀は NEC か。あ、ね、FM ターンズ持ってた。へぇ、さっぱりわからん。どんどん古い話になってきた。誰ついていけない。いや、ついていけるわけないですよ。だって生まれてないかもしれないですもん、ね、僕。でも、全然関係ないけど、セガのゲーム機の CM とかは、はい、トンネルズとかがやってた、ね。あとね、黒いメガネ、黒縁メガネかけた。斉藤優子。セガの社員の方じゃないですか。セガタ三四郎とかはじゃあ随分後から出てきた。ああ、もう最近最近。藤岡弘でしょ。はい。さあ、今日はやっぱりね、はい、セガということで。はい。サターンぐらいがみんなにとってはレトロなんじゃないか。いやー、これ僕にとっては超レトロですよ。ね、20代、30代多いと言ったんで。はい。うん。最近。最近。サターンは最近？サターンのゲーム、サターンの、ね、サターンの名作をやりたいと思います。はい。はい、いっぱいありますよね、サターンの名作。これどうなの？これそっちの動いてんの？これ。これね、動いてます。止まってんの？これ一回リセットしても大丈夫ですか、藤田さん？あ、じゃあリセットします。パワー押しちゃった。映るかな？あ、そうです。今こっち置ける？画面が。テレレレーン。音は聞こえてんのかな。音は、はい、マイクで拾うぐらいしか。なるほど。あ、じゃあ俺の外していい。これいやいや、セガ。これどうやって音鳴ってんの。あれを拾う。申し訳ございませんが
YouTube ではお見せできません。おっと。ダイナマイトデカ久々にやってみたいな、めっちゃ面白いっすよね。さあ何やります？さあ何やります？お、あ、ダイナマイトデカや。おお、わかりました。何しとんねん。一応みんなスタイルはいいっすね。そうですね。じゃあダイナマイトデカやる？いや、そんな夢やったらやる？これ対応できるもんね。うわ、負けた。できます。ダイナマイトデカやる？平井さん、なんかめっちゃ名残惜しそうですけど。いやいや、全然やりましょう。ボタン押してもいいですか？いや、もうやりましょう。じゃあ、押させていただきます。あー、天使たちよ。これでもなんか、あれ、パソコンで、うん、全部あのデータとか吸い出せるかな。なんて悪いこと言うてんの。だってもそっちの方が悪いわ、あんた言うてることが。ゲームの楽しみ全くないじゃないですか。再生できるから。そう、1994、時刻の設定ね。94年発売ですもんね。だからファミコンからもう10年でこの勢いでしょ。で今また10年ですよ。でさらに10年みたいな感じで、さらに10年もう PS4 なんて形がもう未来すぎて。あれ、これなんすかね。え、映ってないんじゃないの。いい、ダイナマイトデカなんて。起動を普通にしないってだけですかね、これ。この状況は俺の武器を知ってるかい。あ、わかりました。待ってます。俺の武器を知ってるかい。お、来たよ。これめっちゃやりました、ダイナマイトデカ。僕高校生の頃、あ、中学生で。いや、サターン で。へえ。僕メガドライブ、サターン、ドリームキャストは全部。ああ、そう、通ってきてるんや、はい、僕のね、ちょうど小学校、中学校、高校みたいな感じだったんで。さあ、もともとゲームセンターやね。あ、そうか、これあれ、あの、ダイハードのパロディ。そんな感じっすね。大統領の、はいはいはい、嫁じゃない、娘さらわれてどうこうみたいな。このサターンクオリティですよ。あ、めっちゃポリゴン映ってますね。できます。おどうぞ。ちょっとやってみて。やっていいな。え、僕が。やっぱ世代を代表して、もう俺らはもうなんかふーんって思っちゃう。その状態で僕あとやるわけですか。いや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 、全然ちょっと師匠、あの、へそ曲げて張りまんねん、これ。野球拳じゃなくて。野球拳が終わったからもう。もうこの挙手制の辛さ。民主主義の民主主義の辛さ。へそ曲げて張りまんねん、これ。嫁とやれや。嫁とやってもええけど、もう笑てまうわ俺なんか。どっちがポリスなの？はい、僕がポリ。あの、あ、間違った？あ、そう、はい、今下覗いてたやつ？これが僕です。あ、背中にポリスって書いてあるやん。そうっす。おお、すごい。何してんの？ジャブジャブジャブ。パンチ。意外とあの敵の。